作業してるけど、そっちはそっちで適当にやっててくれ。貧乏暇なしが。相変わらず朝っぱらからに、まあいいや、帰りに払おう。いらっしゃい。今日の目玉は、夕方までの大丈夫大丈夫、ごっそり仕入れたからそこまで繁盛ダメ、取り置きは他のお客さんのもこあるけど、みんなジュースくらいしかいなら仕方ねえな、そうするしかねえか。おう、行ってらっしゃい。疲れた。ふん、男にモテて。お疲れさん。まだ鶏もも残ってるぜ。やった。じゃあそこの。はいよ。しかし随分買うね。いや。カレーにして一人で全部食う。この量、いや食い切れねえ。他の具は入れねえからいいんだよ。野菜食えよ。野菜嫌い。彼女にうまい野菜料理でも作ってもらえ。彼女いねえし。兄ちゃん、イケメンなのにもったいねえな。うるせえ。ほら、さっさ。おじちゃん泣けてきたぜ。かわいそうだから。ん。何これ。福引き券。500円で1枚渡すことになってんだ。500円で1枚？兄ちゃん、たくさん買ってくれたから、本当は悪い。もうそれしか残ってなくてな。商店街の隅って。それ一枚だけ残しといても仕方ねえよ。ほら、
残りもんには何たらって言うだろ。福引きの人がやけに熱心に営業してたよ。どういたしましてだ。またな。やさ。肉屋のセリフじゃねえなそれ。そういや何が、よく考え、あの辺とどうなってんのか行ってみよう。もしかして福引きっすか？ああ、じゃあ、すいません。じゃあ、剣、見せてもらっていいっすか？はい、これ。1枚しかねえんだけど、いい？1枚でも福引きは福引きっすから。だい。じゃあ、早速行ってみましょうか。ガラガラのまわ。んじゃ。出た。金色、これって何等？一等。は？え？ちょ、反応薄くないっすか？そこ。旅？あ、見ました。日程とか事前準備とかはパンフに大体書いて。つうかこれちょっとテンション上がんないっすか？しま。あ、あとはこれ。あれ、まだなんかあんの？はい、この用紙に名前と、なんか福引きを主催してる旅行会社の人がなるほど、そういうもん。もし旅行のキャンセルとかってなったら直接。へいへい。あー、えい、おめでとうございました。ありがとうございました。旅行ね。まっさか当たるとはな。旅行か。最後に旅行したのは島なんてめったに行けるもんじゃねえし。もしかしたら旅行先で可愛い、はあ、なんか一気に頭の中リゾ。あ、もしもし、今日？いや、なんもねえよ。マジで一等だった。商店。おお、知ってる？お前もやったの？まあ、店長が誰かと交代すんなら、さすがにいきなりすぎるし、無理なら、え？マジでいいの？やったー！ああ、オッケー。ほんとありがとう。
と、カレー忘れてた。飯は炊けてるし、もう。どれどれ。つうか、トガ島ってど聞いたこともない名前だな。なっと、あ、ビビった。なんだこの番号。はい。この度は渡賀島5泊6日の旅のご当選。はい、ニライカナイツアーズの田中商店街の担当者から連絡を受けまして。ええ、はい、大丈夫っす。今少しだけお時間いただいてもよろしいですか？と申しますのも、パンフレットをご覧いただい。ああ、はい。日程やお時間が決まっておりますので、ああ、その点は大丈夫です。さようでございますか。よかったです。はい、それでいいです。はい、ありがとうございました。これで、では何かございましたら田辺宛にご。ういっす、当日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。さーて、食うぞ、死ぬ。無人島、無人。くそ。やべえ、つうか無人島。まあツアーなんだし。女の子とかどうすんだろう。つか飯は自分で料理しろってこと。ただだから文句は言えねえけどな。おはようございます。あ、そうですけど。申し遅れました。この度のツアーの添乗員。あ、添乗員さんすか。いえいえ、こちらこそ。そんなにかしこまらなくても結構ですよ。よし。ああ、
質問いいですか。はい、小規模のツアーですし。あと8名いらっしゃいますね。意外と多いな。いいえ、中にはそういう方もいらっしゃいますが。まあ、俺と同年代の。そうですね、参加者の。そっか、よかった。いいえ、ログハウスは全部で10小さなログハウスですので、広々とは窮屈に感じるほど狭くはないと思います。じゃあ、はい、5泊も。そう、残念。うん、だよね。そういえば東さんは電車途中から歩き。へえ、駅からここまで。あの方たちも参加者のようですね。あいつもツアー客だな。重いの？手伝おうか。うん、よろしく。よっしゃ、待ってて。大丈夫？大丈夫。服とか入れたらこんくらいに。それにほら、いろいろ持っていくものとか。君もと、そっか、親切な人。あずま。よかった。ぶつかっといて仕方はねえだろ。
ちゃんと聞いてた？それとも聞こえなかった？そっちも謝ってないだろうが。お互い様？あのな、俺はちゃんと避けようとし、実際避けられてねえなら同じだろ。はあ、ったく。お前こそ何様だっつんだよ。え？うぜえガキだな。もう話しかけてくんな、うるせえ。ちょっと待ってよ、切れたらダメだって。なんだよ、止めんなよ。うぜえとか話しかけんなとか。それはわかるけどさ、あんな大きい荷物持ってるんだから。多分あの人も他人事みたいでごめんだけど、何事。大丈夫、もう落ち着いた。そうならいいんだけど。荷物持ってもらっておいて、こんな危うく落ちそうになったのは俺もヒヤッと。そうだな、これから。うんうん、そうだよ、それがいいよ。ほら、やっぱり波風立てなくてよかった。まあな。おい、そこの人たち。あんたらもツアーに行く人か。もしそうなら、ぼちぼち出発するってよ。さらば本土よ。本日は戸賀島5泊6日の旅。これからの予定は、数日船内には軽食やドリンクを準備して、海を眺めるもよし、交流を深め。解散の前にちょっとばかり提案があるんだが。はい、何でしょうか。短い付き合いとはいえ、こんな最初に自己紹介でもしといた方が今後た。いいんじゃない。何か用事があった時にちょっとそこの人手なわけで、島田です。あ、歳は24です。こんな感じ？もう、そうそう、そんな感じ。特に反対意見もないみたいだし。
東です。貧乏アルバイト、無人島生活をエンジョイしたいと思ってます。言いたくなきゃ言わなくていいって。みんなと仲良くできたら嬉しいなって思ってます。 よし。ツアーに申し込んだ理由は？ああ、釣りバカ的な。バカは余計だ。でも合ってるわ。